バルセロス・フレダは、ブラジル・リオグランデドスル・シューペ・ロタス出身のサッカー選手。SC インテルナシオナル所属。ポジションはミッドフィールダー。2004年に SC インテルナシオナルのユースチームでキャリアをスタートさせると、すぐにユースで活躍し、クラブで最も有望な選手の一人となった。2009年のカンピオナート・ガウショでは15ゴールを挙げて、ニューマールラと一緒に活躍し、 世界の新聖の一人としての地位を確立した。クラブもセールカシアスドスルに8から1で勝利し、優勝を果たした。カンピオナート・ブラジレーロでも2010年に優勝し、コパリベルタドーレスでも CD グアダラハラとの決勝に2戦とも、先発出場し、優勝に貢献した。SSC、ナポリア、VFL ボルフスブルクなどが興味を示したが、2010年8月25日に、 ウクライナの FC メタリストハルキューに移籍した。移籍金は約600万ユーロ。ウクライナでは輝かしいスタートを切り、ウィリアンダを抑えて最高の新加入選手と評価された。2012年11月、UEFA ヨーロッパリーグのローゼンボリ、BEK 戦ではマルコハンバステンのようなボレーシュートでゴールを挙げた。2013年1月1日、 FC シャフタールドネツクに5年契約で移籍した。移籍金は約1240万ポンド。2月13日 UEFA チャンピオンズリーグのボルシアドルトムント戦で移籍後初出場を果たした。5月19日 FC メタルルフザポリージャ戦では92分に移籍後初得点となる同点ゴールを挙げてこの試合のマグオブザマッチに選出された。 2012から13シーズンのウクライナカップ決勝の FC チョルノモレツオデッサ戦でもゴールを挙げて優勝に貢献した。7月10日、ウクライナスーパーカップも制した。2017年5月25日、クラブと4年間の新契約を締結した。2019年11月には人種差別ちゃんとを受けて、それに対してスタンドにボールを蹴り込み中指を立てたことで、 退場処分を受け、一試合の出場停止処分を受けた。2021年4月16日、インテルナシオナルに復帰した。ウクライナ代表監督のミハイロホメンコは、インタビューで、タイソンがウクライナに帰化する、可能性があると語っていた。タイソンも、ウクライナ代表の招集を受け入れる、可能性を示唆していた。しかし、2016年8月22日、 ブラジル代表監督に就任した父ッチ監督によりブラジル代表に招集された。9月6日のワールドカップ予選、コロンビア戦で代表デビュー。2017年6月13日のオーストラリアとの親善試合で代表初得点を挙げた。2018年5月、2018FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出された。ありがとうございます。